おっと、そ、千年の因果をまとめるにはまだまだ早い。いつかこちらに来た因子を、その時は。燃えなさい、壊れなさい、朱雀の炎で灰となる、それを名誉と思いなさいな。久しいの卑しい鳥よ、あまりにつまらぬ芸ゆえつい消してしまったわ。これはこれは、とんだお目汚しをいたしました。ふざけなしれどり、民、家族、よくもやってくれたな。せいぜい楽しませてくださいまし。滝夜叉のたたり、その身で知るがよい。ひねりつぶしてくれようぞ。さて、さてさて、よかろう、しれどり、千年ぶりにと消し炭になるまでお相手しますわ。千年前の対戦を思い出す。私ね、けれど生命様は教えてくれ。落ちたな、しれどりめ。こやつはわらわが食い止める。だから、いず伊豆ね、後ろやべえぞ。後ろ、あれは怨霊。なんて恐ろしい声。
私はイズナちゃんみたいに塗り壁だから。リョウ、待ち伏せされてる。ちっ、厄介なこった。ここは私にお任せください。どうか、どう、救い主様、求めに応えてくださったのですね。申し遅れました。ああ、来ちまったが、クダギツネも知らねえのかよ。クダ、我が主滝夜叉彦の霊具いざよいはあなた様のもの。どうか我ら妖怪をお救いください。いざよいか一人でに。おい、なんだよあれや。危ない。何者かは知らないけれど、救い主様は私の背後に。俺はやっとらねえな。スーズ、死なない、生き延びてみせる。みんなで。救い主様、それは、電圧が高まっていく。
回復します。お前が何者かは知らない。ケレス、救い主様への狼藉は許さない。消えろ、ここはお前たちの居場所じゃない。素敵なお名前。これよりは心、私の仲間塗り、どうかその者にもご助力を。はい、よろしくおね。思っていたよりは役に立つな、お前さん。こないだ、さてこれから、おっと喋りすぎだ。命をかけてお守りします。
私、仕事は真面目にやるよ。頼ってくれる人に 100% お返ししたいからさ。コロニュー、首周りを撫でられると弱いんだニュー。ゴロゴロ。こっちで。そんで、塗り壁は私を逃がすためにここで自らおとりになって怪我をしているかもしれません。殺しますね。早く見つけてあげないと。焦るのはわかるけどよ、あいつはもう…言わないで。私が見ないで。あなたの心の声、聞こえちゃう。どんな相手が来ようと同じこと。使いすぎた妖怪は心が砕けちまう。止めるには殺すしかねえ。塗り壁、私を守るため心まで費やしてくれた。せめて私の手で